えこんにちは音楽劇イライシャンラプソディに山が賀徹役で出演いたします山内孝隆と申しますいい時代の話ある種やなぁと思いましたね当時の上海っていう的と呼ばれていたっていうそういう空気が今現代でどのように響くのかというのが非常に楽しみです山賀って最初聞いた時にちょっとこれ危険やなという あの皆さんご存知かどうかわかんないですけどもあの渋谷駅ですね井の頭線のあたりに「山が」という24時間の営業をしてる居酒屋がありましてねあそこ行くともう駄なんです終わりがないですからやっぱ僕らそのイメージがバッと来ましたね。でまあそういうんていうんですかね果てしなく飲むようなあのそういうことではなく「山が通る」という方はあの実在されていた何かとちょっと きな臭いというか、その暗黒がともつながりのある軍人というか、あの非常に面白い。まあ魅力、ある意味魅力的な人ですね。楽しみです。河原さんとは結構ご無沙汰で、あの、何本かご一緒させていただいたことあるんですけども、あの見た目に反してね、本当に演劇の好きな方で、あの非常にベーシックな演劇にとって何が大事なのかということを常に考えておられる。 だからあの物腰柔らかいんですけどや,やっぱりおっしゃってることはやっぱ厳しくてその理想がすごく高いところにある演出家の方なんで非常に信頼していつもあのやらさせていただいててで久ししぶりなんでで本当楽しみですあの山西さんのようにねあの本当に懐の広い僕らがあの年下の門が。 やんちゃしても全部受けてくれるようなそういうベテランの方もいらっしゃいますし、えー、松下洸平君のような、まあ、彼もあの過去に共演したことありましてなかなかの、うん、なんやろう天然プリというかあとはもう僕ほとんどほぼほぼ初めてなんで楽しみの多い公演ですねそう思うとはいリコーランですね服部良一先生と、まあ、僕らにしてももうあのリアルで知らない音楽ですけどもやはりどこかにこうなんていうんですか 聞くくととどっか懐かか懐しくなるというか音楽の持つ力っていうんですかね当時の,その戦争とかっていうようなヘビーな状況で音楽っていうものがどういう役割を果たしてたんやろうかその一つのメロディーで救われる人生もあったんじゃないだろうかということをこれはあのファンタジーじゃなくて地続きの話やとして感じていただけたらなと思いますそれを感じに劇場に来ていただけたらあのええんちゃうかなとは思ってます。はい